ンドパン。50円だから、キロ50円で。おじあんな大きな用事で、まだ全然知ってない。皆さんここもそうですけども、やっぱり単純に選手に合衆を受けて、すごく被害を被ったところの町なんですよね。で、今皆さんがこうやって見ていただいている建築っていうのは、30年戦争より後100年後の18世紀の町並みということです。で、カトリックの皆さん、プロテスタントの教会、ちょっと変わった丸い教会が見えてますよね。あれもプロテスタントですし、すぐ後ろのこのゴシック様式に空、先頭が伸びてますけれども、これもプロテスタントの教会だということです。で、これから旧市街のこの中、ホルニー広場に向けて歩いていくんですけれども、そこにはまた教会があるんです。カトリックのものが建ってて、カトリックのプロテスタント一緒に混合で建っています。で、ここは北見のモラビア地方です。モラビア地方の中では人口10万人って言って、すごい大都会なんですよね。ですけども観光客はそんなにまで訪れることがないんですけれども、一番最初にこのモラビア地方って言ってチェコの東半分で大学ができたのもここだそうですし、それから石のお城が築かれたのもこのボロモスがね、モラビア地方では発生するということです。だから今ここ歩いてらっしゃるところも旧市街なんですが、これから行きます、あの塔、あそこだけが世界遺産に指定されてる、すごく珍しい例なんですよね。建物みたいになってるの分かりますよね。あの基盤の部分が教会になってますね。もう今は入れないんですけれども、なんか礼拝所になってます。でその2000年にあの柱だけがユネスコの世界遺産に登録されたんです。ホルニー、ホルニー、ホルニー。で皆さん今正面に三位一体の記念柱を見ていただいてるんですが、そのすぐ後ろ立派な建物、あれが市庁舎になるんですよね。あれが市庁舎になります。で三位一体というのはちょっと難しいんですが、あの漢数字の3に1の1って書きますよね。でそれが一体というのは全部一緒っていう意味ですね。で神様と子供たち、子供たちというのはあのキリスト教を信じる信者さんっていう意味です。で精霊って言って平和を象徴する鳩のことを言うそうなんですね。で神と子と精霊、それが一つになっている記念碑ということで、だいたいヨーロッパではそのペストっていうのが16世紀17世紀っていう中世の時代に大流行しました。それから1世紀後18世紀にようやく収束した。でそれを神様に感謝しようということでね、こういうふうに広場の真ん中にドーンとした立派なものが立ってます。でこれを建築家さんは18世紀に作ったんですけどもね、この街並みができたのと同時期に作ったんですけれども、他のどの例えばチェスキークルムロフ のマリア記念柱ですとか、ドイツのバーラーシュタインといって、これも有名なこのペスト主演記念塔があるんですけどもね、どこよりも立派にしようというのをもともと他の場所を意識して作ったそうですね。だから結果的にこの35メートルすごい高さのものができたそうです。はい、The city's church, Moshit's Kyokai. So with the power. 皆さん、これの前の正面の白い建物の後ろにちょっと近づい建物がありますけれども、あれが聖モーズ教会、もう一つの教会です。赤の隣で左で、この正面のこの、クリーム色とブルーの建物のその後ろに。あ、後ろね。アリオンの泉というね、噴水だそうです。こういった広場の中に5つですとか7つの噴水が置いてあるというのは中央ヨーロッパでもすごく珍しいそうですね。普通1つとか2つはありますけどもね、広場の中に5つです次の広場とつながってますので、それ合わせてね3つとか5つと言うんですけれども、でこれはギリシャ神話に基づいたアリオンの伝説のっていう分の噴水だそうです。We'll get back from here, if necessary. You see the plaque column
you see also this beautiful Neptune's fountain. Maybe we make it. ヨーロッパで地下鉄を通しにくいっていうのをね、言ってましたけれども、でこういうふうにして今掘ったりしてるんですが、また何か出てきて中断とかね、やっぱりあるそうです。そこで only squares. Yeah, Hiroba is the rich.The richness of the city. But the only corner is, so you said it's, this one is also the rich people, and this is rich people. It's, its corner is very rich. でなんか手出してるように見えますよね。でこれはヨーロッパにいたよく道に座ってらっしゃる方いますよね。お金くださいって言って、で実際にこの視聴者ですとかこれだけの建築を維持するにはお金がいるんですよね。すごくたくさんのお金必要です。だから現実問題としてこういうふうになってすごく珍しいね。お金を寄付してくださいっていうのを表してるそうです。でこういうふうに生々しくというかストレートに言ってる例は非常に珍しいですよね。じゃなくてこれちっちゃい花がほら四つほどついてるのがさ。So it was his revenge that you are so ugly because you didn't pay me. Masa Kyokai? Nami! This is the Archbishop residence, what do you call it? Bishop is the Bishop.